6体の地蔵が並んでます。その真後ろには、墓石が見えますので、まあその墓を守っているのか、何かこの場所で沈めなければならない出来事があったのか、その辺は何も由緒書きがないので分かりません。寺の敷地内ではなく外にあるということは、まあ、この場所に、まあ、何かこのお地蔵様を設置しなければならない出来事があるのかもしれません。